アダムズ山はアメリカ合衆国北西部のカスケード山脈にある、かつ火山の可能性がある、清掃火山である。ワシントン州では、レーニア山に次いで2番目に高い山である。カスケード火山湖に入っており、この湖では最大の火山である。セントヘレンズ山の東31マイルの遠隔原生地の中にある。アダムズヤンバール聖地はこの山の上部と西部で、 構成されている。東側はヤカマ属インディアン居留地に入る。アダムズ山の非対称型で幅広い山体はカスケード山脈より1.5マイル高い。ほぼ平坦な山頂は異なる稼働からの塩水形成噴火の結果として形成された。この地域上空を移動する人は同じように平坦な山頂をしているレーニア山とアダムズ山を混同することもある。 パシフィッククレストトレールがアダムズ山の西斜面を通っている。アダムズ山は1400年以上噴火していないが、地下山とは考えられていない。アダムズ山頂上付近、アダムズ山頂の平坦さは、伝説とは異なり、頂部が飛ばされたからではない。異なる稼働からの塩水形成噴火の結果として、形成された。偽の山頂が半マイル近い幅のある頂部の南側に、 高さ1万1500フィートでそびえている。真の頂上は約800フィート高く、北側にある穏やかな斜面の上にある小さな溶岩の塩水が最高地点になっている。サクスドーフ尾根は長い壁であり、偽頂上から標高8000フィートまで降っている。この構造は、更新予行期に繰り返し溶岩が流れて形成された。 偽頂上の北西にあるピナクルは、アダムズ氷河とホワイトサーモン氷河の侵食によって形成された。頂部のクレーターは雪で埋まっており、西部に口が開いている。アダムズ山の頂上から晴れた日に見えるカスケード山脈の峰としては、北のレーニア山、南のオレゴン州にあるフット山とジェファーソン山、西のセントヘレンズ山がある。アダムズ氷河、 ハイキャンプから見る氷河という形で形成された氷は、アダムズ山上部約6.2平方マイルを覆っている。氷が溶けた水や雨はゆるりと多孔室の山海内部に浸透し、ふもと近くにある泉から湧き出ている。氷河の分布氷河は、アダムズ山表面の2.5%を覆っているだけだが、最終表記には約90%が氷に覆われていた。 万年雪は209箇所あり、公式の名前を持つ氷河は12ある。氷に覆われた表面の総計は24平方キロメートルあり、実際に名付けられた氷河の面積は20平方キロメートルある。残っている大型氷河の大半は、頂上の氷管から出たものである。山の北西面にあるアダムズ氷河は一連の氷曝にある険しい溝を流れ降り、その後広がって、 標高7000フィートで終わる。そこからシスパス側の支流であるアダムズ・クリークが始まる。東側の斜面は小さな氷湖であるエクストリア湖で終わる。東斜面にあるクリッキタト氷河は幅1マイルの建国に始まり、長部の氷管から出た小さな氷河2個から氷が供給される。標高約6600フィートで止まり、クリッキタト側の支流である。 ビッグマッティクリークの水源となる。カスケード山脈の中でアダムズ氷河はレーニア産のカーボン氷河に次いで第2位の大きさである。アダムズ氷河の深いクレバスと氷河区西斜面にあるピナクル氷河、ホワイトサーモン氷河、アバランシェ氷河は厚さが薄く量が少ない。外観は継ぎはぎである。町上の下の建国から発している。 南面のサクス道府屋根に沿ったところはほとんど氷河がない。比較的小さなゴッチェン氷河とクレセント氷河があるのみである。しかし、南面にはその斜面に万年雪の原がいくつかある。岩がちな東表には4つの氷河がある。すなわち、マザマ氷河、クリッキタト氷河、ラスク氷河、ウィルソン氷河である。最終氷記に、 これらがヘルロアリングキャニオンとアバランシェバレーという二つの大きな峡谷を作った。北面はアダムズ氷河、ラバ氷河、ライマン氷河という三つの大きな氷河がある。アダムズ、ライマン各氷河は頂上の氷河から滝のように落ちるときに深いクレバスと多くの氷河を作っている。ラバ氷河は頂上下の大きな建国から発し、 東のノースクリーバーと西のアダムズオネに挟まれている。アダムズ山の氷河面積は1904年の31.5平方キロメートルから2006年の16.2平方キロメートルまで49%減った。コロンビア川渓谷越しにアダムズ山の南面を望むアダムズ山の周辺には他の火山性の地形や火山そのものがある。最大の側面火山は コートビュートと呼ばれる東表にある玄部、岩室縦上火山である。少なくとも15万年前に形成されたものである。南東面のリッチオブワンダーズの上には、対象系の噴石球であるリトルアダムズ山がある。ポテトヒルは北面にある噴石球であり、更新予行期に形成され、溶岩面から800フィート立ち上がっている。その規定から流れた溶岩は、シスパスバレーに入り、 あとに氷河によって形を変えられた。アダムズ山南面の標高7500フィートにはサウスビュートがある。ここの溶岩はサクス道船のものより若いが氷河期末以前に置かれたものである。トラウト湖に移るアダムズ山、アダムズ山の北、数マイルにはゴートロックス原生地があり、アダムズ山よりかなり古く侵食が進んだ清掃火山の残骸である。 アダムズ山とは異なり、コートロックスは周期的に噴火し、250万年前の火山灰を積もらせ、それが固化して、厚さ2100フィートの業界岩層になっている。さらにインディアン平分原生地の最高峰である、レミーロックはアダムズ山から西に、セントヘレンズ山に向かうマグマの動きに関わった火山域である。アダムズ山の周辺で、不活性な溶岩道の周りに、 多くの地下洞窟が形成されてきた。これら洞窟は地表に近く数百フィートの深さや幅であることが多い。ハイライントレールがアダムズ山を囲んでおり約35マイルの長さがある。このトレールはアラウンド・ザ・マウンテントレールとも呼ばれる。そのうち8マイルはヤカマ・インディアン居留地に入っており特別許可を必要とする。また一部は パシフィッククレストトレイルに重なっている。アダムズ山麓のタクタク溶岩流アダムズ山は、南北軸が長い直径18マイルの規定に、何層かの塩水が重なって形成され、投影面積は250平方マイルある。この火山は、溶石85立方マイルあり、カスケード山脈の清掃火山では、シャスタ山に次いで第2、第太平洋岸北西部海岸沖にある、 ファンデフカプレートの沈み込みによって作られた可能性がある。更新予でも比較的後期に生まれており、いくつか溶岩を押し出す噴火によって成長した。それぞれの噴火は長い休眠期間によって隔てられて起こり、その間に氷河が侵食して9000フィート以下の高さにしていた。カリウムマイナスアルゴン法によって噴火の時期を2つ特定している。 一つは27万5千年から20万年前に、もう一つは15万年から10万年前に起こった。これら噴火の大半、それゆえに火山活動の大半はテフラの少ない溶岩流だった。アダムズ山の中核を作り上げている物質は、核力岩の溶岩である。安山岩と玄武岩が流れてアダムズ山の基底周辺に厚さ20ないし200フィートの円盤を形成し、 その時にあった定地を埋め、バレーに広がった。火山の大半は安山岩であり、アダムズ山成長の初期に噴出していたいくらかのデイサイトや火砕流が入っていた。現在の塩水は最終氷期に長部が氷河に覆われた時に形成された。噴出した溶岩は氷に触れた時に粉砕されており、それゆえに塩水の内部はたやすく侵食される安山岩の破片でできている。 その形成以来、常に熱と腐食性ガスを放出したので、岩の多くを、粘土、酸化鉄、硫黄分の多い化合物、および石英に変えた。現在、標高7000フィートより上にある、塩水部は2万5000年から1万年前に、形成された。その時から少なくとも7回は噴火しており、そのすべては、頂上から6500フィート以上を形成した。最近の溶岩流は、 サウスビュートからであり、長さ4.5マイル幅0.5マイルの AGA 圏溶岩ベッドを形成した。この溶岩流は若く見えるが、セントヘレンズ山から放出された3500年前の灰を乗せており、少なくとも3500年以上経っていることがわかる。アダムズ山から噴出したことがわかっている最後の溶岩は2500年から3500年前のマッティ、 フォーク溶岩流である。セントヘレンズ山から見たアダムズ山トラウト湖、マットフローはアダムズ山から最新の大きな土石流であり、最終表記以降唯一の大きなものである。このフローがトラウト湖の包みを作り、ホワイトサーモン川バレーの25マイルを追った。せき止められた水がトラウト湖となった。1921年の王子滑りは、 ホワイトサーモン氷河の上部付近に始まり、有志のアダムズ山では最大の雪崩となった。この雪崩は約1マイル滑落し、ソルトクリーク上流の約1平方マイルを覆った。この雪崩の時に蒸気道が3年間活動していたとされており、小さな蒸気爆発で雪崩が誘発されたと考えられている。これがアダムズ山で記録にある唯一の土石流だが、 火山泥流は5度起きたことがわかっている。その時から熱的異常とガス放出が特に長部大地で起きており、アダムズ山が休眠中であり、死火山ではないことを示している。今後噴火があるとすれば、従来のパターンを踏襲すると思われ、安山岩あるいは玄武岩の溶岩流が側面に降ると考えられる。 主演水部の中は再変化された溶岩と熱水的に変化した岩の積層に過ぎないので大規模な地滑りや土石流の可能性がある。インディアン平文火山域はセントヘレンズ山とアダムズ山の間にある。その主たる様相は長さ18マイルに及ぶ縦状火山、噴石級、溶岩流の帯であり、体積は23立方マイルある。この火山域の背骨となる縦状火山は 火山域の北側と南側にある。セントヘレンズ山とアダムズ山は西側と東側にある。アダムズヤンバル記事の草原。アダムズ山の西面は、ギフォードピン彫国立の森に入るアダムズヤンバル記事である。その東側はヤカマ族インディアン居留地に入っている。この原生地は、ハイキング、バックパッキング、登山、乗馬などに開放されている。 ある程度の高度以上では、アメリカが州国森林局のボル系のパスを受ける必要がある。ヤカマ族インディアン居留地のある地域はレクリエーションに開放されているが、その他は部族員のみが利用できる。コンボイコ国定野生生物保護区がアダムズ山麓にある。この保護区の広さは6500エーカーあり、新葉樹林、草原、浅い湿地がある。保護される。 野生生物としては、鹿、エルク、ビーバー、コヨーテ、カワウソ、小型のネズミ、白頭ワシ、大型のカナダズル、オレゴンマダラカエルなどがいる。山の斜面ではエルクが普通に見られ、クズリが見られることもある。ビッグツリーが、アダムズ山南部六の壮大で原生の松とモミの、林にある巨大なポンデローサ松である。樹高は202フィートに達し、幹の太さは7フィート。 世界でも最大級のポンデローサ松とされている。トラウト・コハイウェイから見たアダムズ山地域のインディアンはコロンビア川を守る三つの煙を吐く山に関する伝説があった。神の橋伝説によればワイイストとパートが大いなる神秘の息子たちである。この兄弟は共に美しいラワラクロウの愛を競った。ラワラクロウがパートを選んだとき、 ワイイストはその兄弟を激しく殴ったので、パートの頭が平らになり、ワイイストがラワラクロウを奪った。これがアダムズ山のしゃがんでいるような外観を説明している。この話の別の形では、ラワラクロウを失ったことで、パートは悲しみに沈み、恥じて頭を落としたとしている。1805年、ルイス・クラーク・探検隊がこの山を見たことを記録した。 彼らはそれが以前に発見して名付けていたセントヘレンズ山だと見誤っていた。これがヨーロッパ系の探検家によるアダムズ山の最初の記録である。1830年から1834年、ホール・ジェイ・ケリーがカスケード山脈をプレジデントの山脈と解明する運動を行い、山脈にある主な山も大統領の名前を付けようとした。 アダムズ山についてケリーは知らず、その計画に入っていなかった。フット山は実際にケリーがジョン・アダムズ大統領にちなんで解明しようとしたが、地図制作者の誤りでアダムズ山をフット山の北、セント・ヘレンズ山の東40マイルに据えた。偶然の一致でその場所には名前を与えられるだけの大きな山があった。当時この山には公式の名前がなかったので、 ケリーの付けた名前が付けられた。ただし他の山の解明は失敗した。1901年、地元の開拓者で登山家のシーラスクが、著名な氷河学者、ハリー・リードをアダムズ山の場所に案内した。リードはこの火山の体系的な研究を初めて行い、重要な氷河に名前を付けた。1929年と1931年、ウェード・ディーンが、 アダムズ山頂大地210エーカーで用の採掘券を申請した。馬とラバの道を建設した後、ダイヤモンド工業をつけた掘削機を頂上に運び上げ、テスト庫を掘った。異様の汚泥は見つかったが、利益を出すには量と質が悪く、1959年に計画を放棄した。商業的鉱山紙が頂上を掘削したことでは、カスケード山無唯一の火山になった。 カスケード山脈にある多くの火山と同様に、アダムズ山では登山、ハイキング、バックパッキング、ベリー積み、キャンプ、ボート、釣り、イカダノり、写真撮影、野生生物観察、景観道のドライブなど多くのレクリエーションを楽しむことができる。毎年多くの人がアダムズ山登頂を目指す。氷河や険しさによって多くの登山道でアイゼンやピッケルが必要になる。 夏の南面は、ブーツとスキーストックがあれば容易に登ることができる。大きな障害は固定されていない岩であり、容易に動かせるので下から来る登山者には危険である。アダムズ山登山は、様々な理由で危険なものになることがあり、死亡事故もあり得る。西斜面にあるアダムズヤンバル聖地は、広さが46,353エーカーあり、ハイカーには、様々な可能性がある。 原生地のトレイルは、東側の乾燥した森や西側の湿気た森を通り、アダムズ山や氷河の絶景を楽しみ、水流、明けた高山林、草原をめぐり、様々な野草が溶岩流や、沿潔岩の間に点在するのを楽しむ。アダムズヤンバル基地のハイキング多くのトレイルが、アラウンドザ・マウンテントレイルにアクセスしている。南面では、ショートホーントレイルが、 モリソンクリークキャンプ場近くからスタートし、サウスクライムトレイルはコールドスプリングスキャンプ場をスタートして、サウススパーに向かう人気のある登山道である。西面では3つの登山道がある。スタグマンオネトレイル、パシフィッククレストトレイル、ライリークリークトレイルである。北面ではディバイドキャンプ、キルンクリーク、マッティメドーズの各トレイルがあり、 ここでもパシフィッククレストトレールが下山道になっている。これらのトレールは、外して3マイルから6マイルの間2500いし3000フィート登ることになる。これらは初頭から初夏までほとんど雪に覆われている。その他人気のあるトレールは、ルッキンググラスコトレール、ハイキャンプトレール第10、ソルトクリークトレール第75、クロフトン、ビュートトレール第73、 ライリーコネクタートレール第64家がある。ハイキャンプ、アダムズ氷河は、頂上氷河から、岩の傾斜台を滑り落ちるアダムズ、山レクリエーション地域のハイキング南東面にある、アダムズ山レクリエーション地域では、バードクリーク草原が、野草の見事さで知られるピクニックとハイキングの敵地になっている。またアダムズ山とその氷河や南のフット山も、眺められる。 ヘルロアリング展望台に行くと、約1000フィート下に開ける、ヘルロアリング草原や氷河バレーを見られる。ここから5800フィート上のアダムズ山、クリッキタと氷河を望むことができ、氷河端部から下にある高い崖から落ちる、様々な滝がある。バードクリーク草原には、花のトレールなど多くの巡回トレールがある。草原、水流、クルックドクリーク滝などの滝を巡る道もある。 標高6821フィートのリトルアダムズ山はワンダーズオネの上にある対象形の噴石球でありヘルロアリング草原やヘルロアリングクリークバレーの北東端から立ち上がっている山の登録に続くトレイルがある頂上に行くには岩がちの地形を通らなければならないハイカーが作ったトレイルもあるアダムズ山には人気のある地域が2つある ミッドウェーハイレイクス地域と焼きマ族アダムズ山レクリエーション地域である。ミッドウェーハイレイクス地域では拓楽湖が最も人気のある場所であり、アダムズ山レクリエーション地域ではバードクリーク草原の人気が高い。アダムズ山北西面を下るアダムズ氷がミッドウェーハイレイクス地域、アダムズ山に近いキャンプ場は夏の雪がない季節には自由に使える。 タクラク湖キャンプ場などこの地域にあるキャンプ場は湖の向こうにアダムズ山を見られる。オラリー湖、ホース州湖、キルンクリーク、カウンシル湖、キーンズホースキャンプなどがある。アダムズフォークキャンプ場とツインフォールズキャンプ場はルイス川とシスパス川沿いにある。ミッドウェイハイレイクス地域に入る湖の大半からはアダムズマト氷河が見える。アダムズフォークキャンプ場 キャット、クリークキャンプ場、ツインホールズキャンプ場はアダムズ山に近く、かつ、景観の良いルイス川や、シスパス川に沿っているキャンプ場の一つである。アダムズ山北西面の拓楽湖、アダムズ山レクリエーション地域南東面にある、アダムズ山レクリエーション地域では、ハイキング、キャンプ、ピクニック、釣りなどができる。バードクリーク草原が、 野草の見事さで知られるピクニックとハイキングの敵地になっている。またアダムズ山とその氷河の絶景や南のフット山も眺められる。ここにはキャンプ場が3箇所ある。バード湖、ミラー湖、ベンチ湖である。アダムズ山レクリエーションハイウェイを通りトラウト湖から行くことができる。林道82号線を北東に林道8225線に移り、部族道 バード湖道路がベンチ湖道路から離れバード湖の北に向かう。アダムズ山レクリエーションハイウェイと呼ばれる短い部分の後は砂利と土の道であり、トラックか車高の高い車のみが通れるような荒れた道になる。アダムズ山の屈曲した低木についた樹氷冬のレクリエーションでは、アダムズ山の南面にスノーモービルやクロスカントリースキーで人気のあるワシントン州のスノー公園が多くある。 南斜面には、スノーキング、パインサイド、スミスビュートと3カ所のスノー公園がある。特に、AGA 圏溶ガンベッドは、スノーモービルやスキーに人気がある。森林サービスの冬季予算に余裕がある限り、アダムズ山レクリエーションハイウェイは、標高3000フィートにある、パインサイドや、スノーキングの公園まで雪かきされている。標高約4000フィートのスミスビュートは、 雪が少ないと忍び行くことができる。ありがとうございます。